カッティランナー、アドルフ・ドースチによるリトグラフ。カッティランナーは、オーストリア・ウィーン出身のバレエダンサー、振付やバレエ指導者である。ワルツの始祖とも呼ばれる、作曲家、ヨーゼフ・ランナーの娘で、1845年に、ケルントナー東和劇場で、デビュー後、1859年まで同劇場で踊った。後に、ウィーンを離れてベルリンなどで舞台に立った後、 オーストリア国外でも踊った。1876年にイギリスに活動の場を打ちし、同国のバレエの復興と発展に貢献した。本名をカタリーナ・ヨーゼファ・アランナーといい、ウィーンで生まれた。父・ヨーゼフはワルツの始祖とも呼ばれる作曲家で、ウィーンで宮廷の音楽監督を務めていた。彼女はヨーゼフが妻・フランチスカ・カヤーンとの間に設けた3人の、このうち一番上で、 弟アウグストと妹ゾフィーがいた。アウグストは、ヨーゼフの死後にわずか8歳でその楽団を引き継ぎ、作曲も行ったが結核に罹患して20歳で死去した。ゾフィーについて知られていることは少ないが、音楽の道に進んで、カール・ミヒャール・ツイーラーの楽団で、ハーピストとして活躍したという。カッティは、ある一時期、父のライバルであるヨハン・シュトラウス一世の息子。 ヨハンシュトラウス二世と恋中にあったとされる。父ヨーゼフはバレエにも関心を持ち、1839年に巧妙なバレリーナのマリー・タリオーニを称えて、タリオーニ上への参加というワルツを作曲したほどであった。カッティも、ウィンの宮廷歌劇学校でバレエを学び、1845年にケルントナー・トーア劇場において、アンジェリカという作品で舞台に初出演した。 ケルントナー東亜劇場では人気バレリーナのファニー・エルスラーやファニー・チェリートとも共演し1859年まで同劇場での出演を続けた彼女は次第にその名を高めカッティの愛称で呼ばれてウィーンのバレエ界のスターとなったただし当時のウィーンではイギリスやフランスなどに比較するとバレエの人気は低かったためカッティは他国での活躍を考えるようになった 母と弟が死去した後、カッティは、故郷ウィーンを離れることにした。彼女は1856年に、ウィーンを出て、ベルリン、ミュンヘン、ドレスデンで、舞台デビューを果たし、スカンディナビアとロシアを順延した。1862年から1863年に、かけて、ハンブルク中立歌劇場でバレリーナ及び、バレーミストレスを務め、女性では、 最初の常任振付へとして、バレエ10作品を創作した。カッティは1864年2月に、ハンブルクで同僚のバレエダンサーだった、ヨハン・ゲラルディーニと結婚したが、結婚生活は幸せなものではなかった。それでもカッティは3人の娘を設け、自らが踊れない時期には振付を手がけていた。カッティは、ウィーンバレエ団という自らのバレエ団を率いて、 1869年から1872年の間にヨーロッパとアメリカで舞台に立った。彼女は1870年にニューヨーク、1871年にロンドンで新しい夫のジュゼッペデ・フランチェスコと共にジゼルを踊った。ロンドンではドゥルリール演劇場やクリスタルパレスで踊りを披露して好評であった。バレリーナとしての絶頂期には 北のタリオーニという賛辞を受けた。1873年から1875年にかけて、カッティランナーコレオグラフィックコネクションという一座を結成して北、アメリカを巡演した。カッティは1876年に活動の場をロンドンに移し、1878年にバレリーナとして最後の舞台に立った。 1877年にハーマジェスティ劇場のバレエミストレスに就任して1881年まで勤め上げ、イタリアオペラシーズンのためにディベルティスマンを振り付けた。勝手が残した最大の功績は、イギリスにおけるバレエの復興と発展への尽力である。彼女は1887年にエンパイア劇場のバレエミストレスに就任した。エンパイア劇場は1884年に、 会場したが、すぐ近くに、アルハンブラ劇場という有名な劇場があったため、最初は、経営難であった。バレエ公演も、アルハンブラ劇場の方が盛んだったが、音楽監督兼座付き作曲家のレオポルド・ウェンツェルなどと組んで1890年代後半から1900年代の前半にかけて、バレエ作品を34作振り付けるなどの努力によって、エンパイア劇場の方が、 バレー公演の中心地となっていった。活気のさらなる功績はアデリン・ジェニーを見出したことであった。彼女は1896年にデンマーク生まれのアニーナ・イエンゼンというバレリーナを雇用した。イエンゼンはアデリン・ジェニーの名で1897年から10年間にわたってエンパイア劇場のプリマバレリーナとして活躍し、1917年の引退後は ロイヤルアカデミー・オブ・ダンシングを創立するなど、イギリスのバレエ界への貢献は大きいものがあった。カッティは1876年から、ロンドンのナショナル・スクール・オブ・ダンシングでも校長を及び、教師を務めた。カッティは、クラパムで1908年に死去し、ウェスト・ノーウッドにある、ウェスト・ノーウッド墓地、ABCDEFGHIJKLMNOPQR。 オックスフォードバレーダンス辞典ピアニッシ五百576から5 7 7 a b c d e f g h i j イ w a ピアニッシモ、百146から 147ABCD カッチランナーファインド A グレーブ2014年12月31日閲覧 ABCDEFGHI ニュースレターナンバー50メイ2004フレンズオブウエストノウッドセメタリー 2014年12月31日、閲覧。岩田、ピアニッシモ。126から129。岩田、ピアニッシモ。144から145。岩田、ピアニッシモ。368から369。マスダ P108。オーパスリスト4ヨゼフオーガストランナー。ザ・ヨハン・シュトラウス・ソサイティー・オブ・グレート・ブリテン。2014年12月31日、閲覧。 AB ジュゼッペ・ベニュート・デ・フランチェスコファインドエーグレーブ2014年12月31日閲覧 ABC 鈴木ピアニッシモ、266から270 ABC 鈴木ピアニッシモ、272から273オックスフォードバレーダンス辞典 P204 ありがとうございます